すでに道は開かれた。いざ扉をくぐり抜けるがいい。これはこれは、皆様方、またのご来訪、心より感謝いたします。さて、今宵もまた我々にお付き合い願いますでしょうか。ふふ、かしこまりました。では、早速ご案内いたしましょう。さあ皆様お待ちかね、今宵4人の強者がナイトメアバトルに挑みます。では早速チーム紹介です。東、青の挑戦者、遊撃士協会聖遊撃士エステル選手以下4名のチーム。西、対するは赤の組、公爵を守るは老練の盾。では第1回戦張り切ってまいりましょう。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。
エステルチームの勝ち。さあパッパと参りましょう。お次は2回戦。ここで改めてチームの紹介です。東青の挑戦者、遊撃士協会正遊撃士エステル選手以下4名のチーム。西、対するは赤の組、帰ってきた暴走戦車オルグイユマーク2。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。
終了。挑戦者エステルチームの勝ち。さあ、ポッポと参りましょう。お次は3回戦。ここで改めてチームの紹介です。東、青の挑戦者、遊撃士協会聖遊撃士エステル選手以下4名のチーム。西、対するは赤の組、タイト流の達人コンビキリカ&ワルターのチーム。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。
ね、みんな。まだまだいけるわ。Thank you.
終了。挑戦者エステルチームの勝ち。さあ、ついに最終戦です。果たして挑戦者チームは勝利することができるのか。それでは最後のチーム紹介です。東、青の挑戦者、遊撃士協会聖遊撃士、エステル選手以下4名のチーム。西、対するは赤の組、最強にして最強のタッグ。それでは両チーム武器を取って構えちゃってください。レディーファイト。とっておきを見せてあげる。はっ、とりゃー。
まだまだいけるわ。燃え盛る豪華であろうと
砕き散らす。メス。エステルチームの勝ち。挑戦者エステルチーム、ここにナイトメアバトルを制覇しました。どうもおめでとうございます。いやはや皆様方には存分に楽しませてもらいました。気が向いたらまたいつでもこの場所へお越しください。それではどうかごきげんよう。